こんにちは、熊沢です。本日は、後加工で、ブラックミスト風ソフトフィルターを実現していこうというようなね、テーマでお話をしていきたいと思います。えティッフェンというメーカーのブラックプロミストというものに始まり、えー、いろんなね、レンズフィルターをリリースしているメーカーが、現在、ブラックミスト。 というね、えー、ソフトフィルターを販売していることと思います。えー、写真映像問わず、えー、非常に柔らかいフィルター、えー、それから光源のこうハレーションみたいなところだったりとか、こうディフューズされたようなね、えー、コントラストが柔らかくなる、えー、そういったフィルターの特性を持っているんですけれども、えー、それをですね、 やれその8分の1だとか4分の1だとか2分の1だとか、こう、いろいろ番手があるんですけれども、そういったものをね、左右されずに、後編集でどうにかならねえかなっていう方結構いらっしゃると思うんですよ。で、実は僕、あの、今日ね、手の内を明かしていこうと思っているわけですけれども、後編集である程度それに近しいことができてしまいます。 でそれをこう今、えー、ご覧いただいている Final Cut Pro の中で、えー、どういうふうに実現するかっていうのを実際に、えー、お見せしながら、えー、プロミストっぽいね、えー、ソフトフィルターをこう作成するというか作っていく、えー、方法を皆さんにシェアしたいなと、えー、思っております。<music> それでは早速やっていきましょう。 えー、一つは、えー、デイシーンですね。日中のシーン。こういう川の流れてるシーンですね。まあ、はっきり光源があるわけではないんですけれども、まああ、こういった素材に対して。で、次は、えー、っと、夜のシーンで、まあ、しっかり光源があるところですね。はい。まあ、セブンイレブンの看板なんですけれども、えー、この二つの素材に対して、それぞれ、えー、っと、ソフトフィルター風の、えー、プロミスト風の加工をしていきたいと思います。 で、えっと、ログで収録したものを、まあ、あのー、ちょっと色作ってやってる感じですね。はい。それでは早速やっていきたいと思いますけれども、え、まず、ソフトフィルターつって思い当たるのが、まあ、ガウスをかけるみたいなことだと思うんですけれども、え、ガウスをですね、かける。ということは、そんなに、あのー、外れてないんですが、ただガウスをかけて、えー、こう、ガウスのかかり具合っていうのを、 変えてっても、そんなにそれっぽくならないんですよね。うん。なので、今からやる方法をですね、真似ていただければ、それっぽくなるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひ真似してみてください。まず、該当するクリップをですね、上の段にコピーします。え、オプションクリックでコピーできますんで、あとドラッグか。うん、すればできますので、まずコピーします。で、えー、っと、ここね。 検索窓にブラーと入れれば、ブラー、ブターじゃなくて、ガウスか。ガウス。ガウスと入れるとガウスが出てくるので、えー、っと、これドラッカーのドロップでもいいし、選択されたクリップがあればダブルクリックでガウスが入ります。はい。で、ガウスが入りましたね。で、この状態で、えー、っとー、まずここまで来たら、 このクリップ、選択してるクリップのところに合成ブレンドモードってところがあるんですけども、このブレンドモードをスクリーンに変えてください。はい。こういう風になります。はい。で、スクリーンに変えたら、あとは不透明度を変えていくだけです。はい。で、僕の感覚的には、えー、っと、ブラックプロミストの2分の1を使いたいときは50%。 ぐらい。えー、っと、4分の1使いたいときは25%ぐらい。え、8分の1を使いたいときは12.5%ぐらい。にすると、え、コントラストが柔らかくなって、え、特にハイライトの部分が、よりこう、ハイライトの部分が、フォワワーンとしてくるような感じ。ですね。で、これは明確にこう、しっかり光源があるわけじゃないので、 ちょっとわかりづらい。まあかなりソフト、柔らかくなった印象はあると思うんですけれども、次このナイトシーンの方ですね。同じく、えー、コピーして、ここにガウスを適用して、えー、スクリーンに合成モード、ブレンドモードをすると、まあこういう風になりますね。はい。これ今100%の状態、不透明度が100%の状態で、かなり、えー、っと、こう、ハレーションがね、起きてるというか。 え、いう感じになると思います。で、これを不透明度、例えば50%とかにすると、まあ、こういう感じ。ね。で、25%とかにするとこういう感じ。12.5%とかにすると、まあ、こういう感じと。という感じですね。はい。超簡単でしょどれくらい変わったかっていうと、まあ50、50%とかにしといて、V でミュートできるんで、V で隠す。これ元素材。 はい。まあ、こういう感じに作れます。はい。で、このブレンドモードのスクリーンっていうのは、まあ、調べてもらえばわかるんですけど、まあ、明るいところをより明るくするみたいな、あの、合成の仕方ですね。はい。なので、えっと、これを使えば、確かにクリップを重ねなきゃいけないっていうところは少し手間なんですけど、プロミストっぽいフィルターになるんですよ。 はい。例えば、ミュージックビデオを作ってらっしゃる方。それから、あの、商業系の広告とかつっ、あの、作ってらっしゃる方。えー、そういった方々はですね、まあ、ブラックミストをつけて、撮影するのが一番いいと思います。撮影段階でどれぐらいこう、ハレーションが起きてるか、光源をどこに置くべきなのか、そういったことを考える、ことの方が重要なので、撮影段階で確認した方が絶対にいいんですけど、 ま、後でちょっとここ柔らかくしたいなとか、こ光源がここにあるから、ここハレーション起きないかなとか、あのー、そういったことでね、あのー、後編集でどうにかしたいって思われてる方も結構いらっしゃると思うので、まあ、この手法が一番、それっぽくなるんじゃないかなと、えー、思います。ちなみにこれガウスを元素材にかけて、ただ、えー、不透明度を落としていくだけ、えー、っと、ってか、このガウスのアマウント、まあ、適用量ですね。適用量を、 変えるだけでは、ただ、ピントが甘くなるだけなんですよ。ただ、ボケるだけなんですね。うん。なので、あんまり意味がないんですね。うん。なので、えー、クリップを置く。上にもう一個クリップを置いて、そこにガウスを適用して、えー、スクリーンで、えー、合成すると。いうのが、まあ、一番、オーソドックスな。 手法かなと思います。はい。で、最後に、まあ、プロミストを使う理由ですね。え、ブラックプロミストを使う理由っていうのは、まあ、コントラストを柔らかくしたいっていうところ。それから、えー、あの、コントラストだけじゃなくて、光源自体を柔らかくしたいっていうところ。で、そのソフトフィルター的な意味合いで、えっ、ー、と、特に、えー、一眼ムービー扱ってる場合って、まあ、2400万画素クラスのカメラで、 あの、オーバーサンプリングされた映像ってすごいカリカリするんですよね。なので、結構目が疲れたりとか、ちょっとカリカリしすぎる部分があるので、例えば、ブラックプロミストの8分の1とか、本当に微妙に微かすかに柔らかくなるフィルターを噛、まあ、ませることで、ちょっと解像度、解像感っていうものをちょっと柔らかく落としてあげる。柔らげてあげる。っていうのが、まあ目的かなと思います。 ただ単純にそのソフトに仕上げていく。女性の肌、スキントーンっていうのをソフトに柔らかく仕上げていくっていうだけではなくて、純粋な改造感を落とすことでより見やすい映像にしていくっていうのも、まあ一つ役割としてあると思うので、ぜひね、あのー、やっぱり今、α7S3 とか使わない限りって結構普通に 4K って800万画素ぐらいあるので、8K で撮る場合、8K じゃない、4K で撮る場合とかでも、 結構なオーバーサンプリング起きてると思うんですよ。2倍以上のオーバーサンプリングがされてるはずなので、結構カリカリ取れちゃうんですよね。そこをこう柔らかく仕上げてあげることで、よりこう見やすくて柔らかいトーンっていうのを、まあ、得ていけるっていうのが、ブラックプロミストを使っていくメリットだと思いますので、まあ、ちょっと購入を考えてる、あるいはあのー、購入したいけど、 うん、使いどころ限られるしなっていう方は、まあ、後編集で今日、あのー、お伝えした方法をとって、やっていくと、まあ、それっぽい映像が作れるんじゃないかなと、えー、思っております。ということで、ぜひ、あの、参考になった方、えー、ぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。えー、Twitter と Instagram のフォローもぜひよろしくお願いいたします。それでは、またお目にかかりましょう。熊沢でした。